子育てしながら一番感じるのは妻がいないと生きていけないなっていうのはめちゃめちゃ感じてますね今。いやなんか重い言葉だなと思いますけど、いない人生を考えられないんで、はい、だから2人で一緒に歩んできて、ね、子供たちを授かってっていうのがあるんで、なんかちょっと何風呂入ってる間もうちょっと探しに行っちゃうからどこどこみたいな、なんか結婚当初は僕の背中を追いかけてくる感じだったのが、今俺が背中探してる気がするんだよね。もうずっと近くにいるんですよ、うん、ご飯作ってても真後ろに急にいたりして、そう洗面台の前とかもね急に俺後ろ来るもんね。そうそうそう、なんかより2人の関係性が良くなっていってる感じが、なんか私たちから見ていても感じます、うんうん、それはすごく自分たちでも思うよね。まあ、それは思うね、うんうん、なんか不思議、別に無言の時間でも全然苦じゃないし、喋、うん、ってても楽しいしみたいな、うん、愚痴言ってても、うん、私は楽しい俺はそうかそうかって聞いてどうなんですか、お二人の中で感謝の言葉をちゃんと言葉に出すであったり、なんかこうルール的なものってちゃんとこう改めて考えてみると、あ、こういうことちゃんとやってるなってことってやっぱりあるんですかね。ルールを決めないのがルールかもしれないかな、逆にだからこそお互いがお互いを求めるし、うん、っていうのはあるのかもしれないです、うん、なんかこう、うん、決め事を決めちゃうとそれを破った時にお互いがなんかこうひびが入っちゃったりするじゃないですか。だからある程度15年経つと枠が出来上がってるんで、その中でフリースタイルみたいな、うんうん、家庭っていうルールがある中でフリースタイルみたいな感じかも。どうですか、うん、本当にそんな感じです。もう誰が何をやるっていうのはなんとなく大まかに生活のリズムの中で決まってるんですけど、うん、ちゃんとこう決めてはないよね。そうだね。あとはノンが、あ、妻が、ずっと止まってない人なんですよ。常に動くんで、はい、俺も、あ、俺も行かなきゃ、俺も行かないかなってなるから結構なんずっとやってるもん、なんかね。そう、私座れないんです。座ったりゴロゴロなんかできないので、ずっと家の中で動いてるんですよ。それにちょっとなんかなんていうんですか、なんかやばいって思う。そう、俺だけ座ったらあかんみたいななるんで。って思ってんだと思います。